はいおはようございますこんにちはこんばんはサンロードの花園ですということで2023年4月8日ですねポッドキャスト始めていこうと思います実はこれ2回目の収録でして1回目音声がね全然入ってなくてですね私、ま、と同じこと喋らなきゃいけないのかなと <laughs> ね、ちょっと覚えてるかなって感じなんですけどもね。とことで先日、ニュースでねありましたよね、セブンアイ、こちら、売上が10兆円超えたってことでね、前年比35%増ですごいなって感じですよね、もう本当、うちも売上げ上がればいいなと思っておりますけどもね、もうねあのやっぱりね、各商品値上げされておりますの、ね、で、その分ね、あの売上はね、 各スーパンーさん上がってるんじゃないかなと思いますけども利益がねちょっとあれですよねもう利益ね売りあの値上げされるってことは、ね、やっぱり仕入れ額も上がっておりますんでねもう本当厳しいですよねってことでポッ、えー、ドキャストを始めていこうと思いますで先日ニュースで流れておりましたけども居酒屋でねちょっと食中毒ありましたよね あの鶏加熱用の鶏肉をね、新鮮だからって感じでね、お刺身にして鶏刺しにしてお客さんに提供したら食中毒になったってね、事件ありましたけども鶏肉はですね、本当生食はですねかなえ、控えていただければと思います。 鶏肉にはです、ね、カンピロバクターという菌がいまして、ね、それに感染しますと,と、ね、潜伏期間2日ほどなんですけども、ね、ほんとひどい食中毒になりまして。 最悪の場合、ギデンバレー症候群だったかな、その病気になりまして、それがねもうなかなか治らない病気でしてもうね10年、20年治らなかったりする病気なんでねもうほんと鶏肉はですね中心部まで火をきちんと通してね加熱してお召し上がりいただければと思います。 ね、だったら、なんで鳥刺しは生食できるのって思われるかと思いますけども、これね、鹿児島県、宮崎県におきましては、厳正なんですね衛生基準、設けてあります、これ、かなり厳しい衛生基準なんですよね、例えばですね鳥をさばくときに内臓は傷つけたらいけないとか、ですねまた、包丁やまな板はです、ね、30分ごとに消毒、洗いなさいって感じでね、そのほかにもですね結構厳しい衛生基準、設けられてるんですよね。 ね、もう本当にです、ね、その部屋の温度までですねもう決められておりましてかなりね厳格厳正なえ厳格な衛生基準設けられております。やっぱりね鹿児島、宮崎と言いますともう文化なんですよね、鳥刺しとか文化なんでですねその文化をでですすねね文化をです、ね、壊さないというかですね後世に残していくためにもですねそういう厳格なですね衛生基準設けております。 ね、もう本当ですね、鳥っていうと、ね、あのカンピロバクター、これ、内臓にいるんですよね、さばくときにです、ね、内臓を少しでも傷つけますと、そこからですね出てきまして、その肉の方にですね感染いたしますんでね、もうそれだけ厳しい衛生基準を設けて、ね、さばいて、鶏、ね、さして生食用として出ておりますのでね、もう本当ですね。 気をつけていただければと思います。また生食にはですねやっぱりある程度のリスクはありますのでねそのリスクを理解してからですねお召し上がりいただければと思います。お肉のコーナーにおきましてもですね鶏の生食にはリスクがありますとねそういうチラシ貼っておりますのでねぜひ気をつけていただければと思います。またレシピというかですねそういうブログとかですねそこでねそのスーパーで買った鶏肉で鶏のたたきを作る。 ね、そういうレシピとか載ってたりするんですけどそれはね決してしないでいただければと思いますえ先ほども申しましたように鶏肉にはですねこれカンピロバクターがですねもうほとんど感染していると言っていいぐらいですねもう本当いますんでね,ね出荷されてる鶏肉の50%はねやっぱりカンピロバクターが感染しているっていう結果も結果というかねそういう検査結果もね出てたりしますんでねなので鶏肉はですね あのちょっと中心部まで火を通してお召し上がりいただければと思いますスーパーのお肉鶏肉でね叩き、ささみで叩きを作ろうとかね決してしないようにしていただければと思います本当ねこの鳥の食中毒はですねかなり重いんでですねぜひ気をつけていただければと思いますということで本日はこれで終わりたいと思いますご視聴いただきましてありがとうございましたまたですバイバイ